いやーソニック、 How are you doing? 今月もご機嫌なソフトの紹介を頼むぜ。よし、それじゃ早速スタートといこうか。我らがヒーローソニックがご案内するセガビデオマガジン、今月もメガドライブ、メガ CD、ゲームギアまでの最新ゲーム情報をたっぷり満載しているぞ。今月は新作ソフトの中から特に貴重な映像を収録。例えばついに発売されたソニック・ザ・ヘッジホッグ3のマッチレースモード、ガロー伝説2では超必殺技の数々、そして話題のメガロープレプロジェクトの新創世紀ラグナセンティでは隠されたトラップの解除方法などなど、このビデオを見れば最新ソフトの全てがわかる。君にぴったりのゲームが必ず見つかるはずだ。今月はなんと20本ものソフトを紹介しちゃうぞ。もちろんラストには素敵なプレゼントも用意してあるからお楽しみにね。それではセガビデオマガジン行ってみよう。メガドライブセレクション。ソニック・ザ・ヘッジホッグ3、君はもう超音速アクションを体験したかな。今回はこのソニック3のサブゲームで友達と 2P で競い合える対戦ゲームの中からマッチレースモードを紹介しちゃおう。マッチレースでマイキャラにできるのはソニック、テイルス、ナックルの3人。特にナックルはこの対戦ゲームでしかマイキャラにできないんだ。5つのゾーンから選択した任意のゾーンの5周の合計タイムで勝敗を決するゲームだ。2分割画面で操作性もバッチリだよね。勝敗の分かれ目は選択したキャラの特性をよくつかむこと。例えばソニックはスピードはピカイチだけどミスった時のリカバリーが難しいし、テイルスは瞬発力と立ち直りが素早い、ナックルはオールマイティで初心者向きという具合にね。ステージクリア時の看板を連続でアタックするとアイテムが出現することがあるソニック・ザ・ヘッジホッグ3は5800円で大好評絶賛発売中です。新創世紀ラグナセンティ、メガロープレプロジェクト第1弾のラグナセンティには様々なトラップが仕掛けられている。今回はそのトラップの攻略法をいくつか紹介しよう。まずこの水中ステージではこのようにブロックを動かしてダメージを防ぐようにしよう。そしてこの行く手を阻む木を倒すにはこのように剣を投げてトラップを解除しなくてはならない。だって重要な役割がある。ここではこの横風を利用しないと向こう側に渡れないんだ。このステージでは素早く橋を出現させないと手痛いダメージを食らうぞ。メガロープレプロジェクトとして今後も続々とソフトが登場。その第1弾新創世紀ラグナセンティは8000円で6月17日発売予定です。ロードモナーク、とことん戦闘伝説。パソコンで大ヒットしたリアルタイムシミュレーションゲームロードモナーク、とことん戦闘伝説が装いも新たにメガドライブに登場。メガドライブ版にはストーリーモードが加わってより一層楽しめる作りになっているぞ。プレイヤーは一国一城の主となって兵隊を率い世界統一を目指す。各ステージごとにクリア条件が課せられ、その条件をクリアしなければ先に進めないステージクリア制になっている。また税収は重要な資金源だが、無謀に大きくすると兵隊の数が減るので注意が必要だぞ。攻略のポイントは兵士を使い森を開墾して地獄の領土を広げ、敵国が弱まってきたところで一気に叩くこと。しかし
ち領土を広げることばかりに熱中して気がついたら敵に攻め込まれてたなんてことのないように注意しよう。ロードモナークはリアルタイムで進んでいくんだからね。初心者でも楽しめるシミュレーションゲームロードモナークとことん戦闘伝説は8800円で6月24日発売予定です。 J リーグプロストライカー2。93年に発売されて大好評だった J リーグプロストライカー完全版の続編がついに登場するぞ。今シーズンから J リーグ入りしたジュビロ磐田やベルマーレ平塚の2チームが加わったのはもちろんのこと、全選手データも94年の最新のものになっている。またマルチタップ対応で最大4人まで同時プレイができるのも嬉しいよね。ゲームモードはプレシーズンマッチ、リーグ戦、カップ戦、オールスター戦の4種類。リーグ戦ではチーム成績の他に個人得点もセーブできるのでシーズン通しての得点王争いも楽しめる。メガドライブ版 J リーグプロストライカー2は7800円で7月15日発売予定です。ハイブリッドフロント、オーバーテクノロジーが氾濫した近未来の宇宙を舞台にした戦術シミュレーションゲーム、それがこのハイブリッドフロントだ。プレイヤーはステージごとに出されるシナリオの勝利条件を決められたターン内でクリアしなくてはならない。このハイブリッドフロントは戦闘シーンがフラクタルに展開する、マップ上で戦闘が行われることの多いシミュレーションゲームでは味わえない迫力を楽しめるぞ。またこのソフトの魅力の一つにシナリオによって支援部隊として仲間に参加する魅力的なノンプレイヤーキャラたちの存在がある。メッセージコマンドが表示されてノンプレイヤーといってもどれも人間味あふれる仲間たちだ。ハードなストーリーが魅力の SF シミュレーションゲームハイブリッドフロントは8800円で7月22日発売予定です。画廊伝説新たなる戦い、画廊伝説2新たなる戦い、格闘アクションゲームの雄画廊伝説2がついにメガドライブで登場。迫力満点の超必殺技に連続攻撃、アクションスピードの向上など画廊伝説の魅力をさらにパワーアップ。キャンセル技も OK で超必殺技の連続攻撃も可能だ。キャンセル技をうまく使えるかが勝利のポイントになる。徹底的に練習しようね。も可能な画廊伝説2新たなる戦いは9800円で6月24日発売予定です。パノラマコットン、アーケードゲームで人気爆発のコットンが 3D シューティングゲームとなってメガドライブに初登場。コミカルなキャラクターと破天荒なストーリーをベースに可愛い魔女コットンとけなげな妖精シルクがファンタジックな 3D ワールドを飛び回るぞ。ゲームは本格的な 3D シューティング、アイテムを取ることで可能になるオプションや魔法攻撃もあってシューティングファンをうならせること間違いなしだ。
種ルートのボーナスステージもあって楽しさいっぱいのパノラマコットンは9500円で8月発売予定です。ラングリッサー2、大人気シミュレーションゲームラングリッサーが前作の4倍に容量アップしてラングリッサー2として登場するぞ。ラングリッサー2では容量アップに伴い様々な改良が施されているんだ。まずは戦闘シーン。アニメーションによる戦闘シーンはキャラクターサイズが大きくなってさらに迫力満点。そして使える魔法の種類も大幅に増え、なおかつ魔法攻撃のビジュアルもグレードアップ。漆原さとしデザインのキャラクターも魅力のシミュレーションゲームラングリッサー2は9800円で8月上旬発売予定です。スーパーストリートファイター2、格闘アクションゲームの金字塔ストリートファイター2シリーズの最新作スーパーストリートファイター2がついにメガドライブで登場。ファイヤー昇竜拳などの新必殺技や4人のニューヒーローが加わって文字通りスーパーなものになっている。またこのスーパースト2では8人枠によるトーナメントバトルも可能。最大8人までが楽しむことができる。友達を集めて最強の座を競い合おう。バノン、バノン、バン。同時発売されますます格闘ワールドが広がるスーパーストリートファイター2は1万900円で6月25日発売予定です。ヘイカモン、体が踊る絶叫体験を君に約束する。超音速アクションソニックザヘッジホッグ3 from メガドライブ。セガメガシティセレクション。ロードス当選記英雄戦争。小説やオリジナルビデオアニメで絶大な人気を誇るあのロードス当選記がロープレゲームでメガ CD に登場。メガ CD ならではのアニメシーンもふんだんに取り入れ、ロードス当選記ファンには答えられない作りになっているこの英雄戦争、みんなはもう楽しんだかな。このロードス当選記はマルチシナリオ形式のため何度でも楽しむことができるんだ。何度でも壮大なストーリーを楽しんでほしい。草木の守護者、森の王よ、閉ざされし聖なる都の扉を開き我らを迎え。メガ CD ロードス当選記英雄戦争は7800円で絶賛発売中です。ドラゴンズレア。 LD アドベンチャーの金字塔ドラゴンズレアがメガ CD で登場。アニメーション映画を見るような滑らかなグラフィックの中、囚われたプリンセスを救出するために敵の攻撃やトラップをかいくぐり、お城の中のダンジョンを突き進んでいく。見た目は滑らかだがプレイはなかなかハードだ。とにかくタイミングをうまく測って操作しないとあっという間に敵や罠の餌食になってしまう。コンティニューが可能なので何度でもチャレンジしてタイミングを覚えてほしい。
メガ CD ドラゴンズレアは6800円で6月3日発売予定です。シャイニングフォース CD メガロープレプロジェクト第2弾、タクティクスロープレという新ジャンルを作り出したシャイニングフォースがついにメガ CD に登場。もちろん大好評だったタクティカルバトルシステムは健在だ。また CD-ROM という大容量メディアの特性を生かし、バトルシーンでのグラフィックは豪華なサウンドとともにさらに迫力のあるものとなっている。新しくなってさらに戦略的な展開が楽しめるシャイニングフォース CD は7800円で7月22日発売予定です。スターウォーズレベルアサルト、あの映画スターウォーズの世界が自宅で楽しめる。しかもオリジナルストーリーのシューティングゲームだ。ゲーム中に入る映像は全て映画からの取り込み、映画ならではの迫力とスピード感が堪能できる。全15ステージをクリアしてデススターを破壊しろ。 3D シューティングアドベンチャースターウォーズレベルアサルトは8800円で7月発売予定です。ゲームギアセレクション、魔導物語2、アルル16歳。そして幅広いファンに支持された魔導物語が帰ってきた。みんなはさらに可愛く成長したアルルに会ったかな。にゃんにゃん。サンプリングボイスシステムやファジーパラメーターなど便利な機能はそのままに、シナリオやキャラクターをさらに強化、遊びやすく楽しいロープレとなっているぞ。敵モンスターたちのお茶目なセリフが最高に楽しいんだよね。ルイバンコの魔法がアルルのレベルによって強力になる魔導物語2アルル16歳は5500円で絶賛発売中です。取られてたまるか。今夜も来てしまいました。明石家さんま主演の映画取られてたまるかが公開に先立ち、ゲームギアのゲームになって登場。映画は家族をこよなく愛するお父さんと何度となく忍び込む泥棒との壮絶な戦いを描くエキサイティングコメディです。また来たらどうします。来るなら来い。取られてたまるか。来るなら来い。というわけでプレイヤーは次々と忍び込んでくる泥棒を各部屋に仕掛けたトラップを操作して撃退して財産を守らなくてはならない。トラップ操作のタイミングだけでなく、どこにどんなトラップを仕掛けるかが重要なポイントとなっている非常に戦略性の高いゲームだ。また盗みは各部屋同時に進行しているので注意が必要。ゲームギア取られてたまるかは3800円で6月3日発売予定です。Jリーグ GG プロストライカー94、
ゲームギア初の J リーグゲーム、それがこの J リーグ GG プロストライカー94だ。 J リーグ全12チーム192名のプレイヤーが実名で、そして最新データでフルラインナップ。選手カードモードには顔写真まで取り込んであるぞ。対戦ケーブルが付属だから買ったその日に友達と対戦できるぞ。ゲームギアを持っていない人におすすめ。多彩なゲームモードも魅力の J リーグ GG プロストライカー94は4800円で7月22日発売予定です。ダイナマイトヘッディ。頭の取れたオンボロ人形が主人公というユニークなアクションゲーム、それがダイナマイトヘッディだ。ヘッディの武器はその取れた頭。敵にダメージを与えることはもちろん、時には物に捕まったり仕掛けを動かしたりもできる。ステージ数は全部で6つ。各ステージに用意されたユニークな仕掛けをクリアしてボスキャラを倒せばステージクリアだ。離れた頭でぶっ飛ばせ。ユニークなヒーローヘッディが大活躍するゲームギア版ダイナマイトヘッディは3800円で8月5日発売予定です。コカ・コーラキット。コカ・コーラの CM キャラクターが大活躍するアクションゲーム、それがコカ・コーラキットだ。主人公はコークシティのスカッタスクールに通う人気者コーキー。彼は悪の集団にさらわれた憧れの先生を救うため敵のアジトを目指す。スケボーやフリスビーなどユニークなアクションで敵軍団をやっつけろ。タイムアタックモードもあって爽快感抜群。3800円で8月5日発売予定です。謎ぷよアレルのルー。大人気謎ぷよシリーズの第3弾、それが謎ぷよアレルのルーだ。今回はアレルがカレーの材料をかけて魔導キャラたちと謎ぷよで戦うぞ。収録した問題はなんと200問。難問奇問が次々に襲いかかるよ。さらに今回はヒントや最短手数、連射数、落下ぷよ数などが表示される親切設計。これなら初心者でも安心だよね。とことんぷよぷよも楽しめる謎ぷよアレルのルーは3800円で7月29日発売予定です。ズール。宇宙 N 次元で迷子になった主人公ズールがチュッパチャップスの並ぶお菓子の世界や音楽の世界を冒険するカラフルなアクションゲーム。誰でもが簡単に遊べる操作性と思わずのめり込んでしまう不思議な魅力が満載されているぞ。アイテムを取ると分身、バリア、スマートボムなども使えるようになる。ボーナスステージも楽しみなズールは3800円で7
7月15日発売予定です。カラーがきれいな、ソフトが好き。今回のプラスワンソフトはソニックドリフト。パパママ喜ぶ、僕も嬉しい、みんなが幸せ。ソフトが好きでプラスワン。いやーソニック、今月もご機嫌なソフトがいっぱいだったな。これから夏に向けて面白いソフトが目白押しだね。え、なんだって？夏が来る前にゲームで熱く燃えようってか。それじゃ来月もよろしく頼むぜ。来月のセガビデオマガジンでついにサターンの全貌が明らかになるよ。こうご期待。今月のセガビデオマガジンの感想を店頭にあるアンケート用紙に記入して送ってください。抽選で10名の方にポケットにゲームギアがぴったり入るセガオリジナル 2way デイバッグをプレゼントします。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募お待ちしています。See you next month! Bahaha!